のだ。金玉を蹴らないでほしいのだ。痛いのだ。うるせえ緑ちび、お前がムカつくんだよ。おらおらおら、ちびのくせにこんなご立派な金玉をぶら下げやがって、生意気なんだよこの野郎。うわーん、痛いのだ痛いのだ、金玉が痛いのだ。あう、あ、金玉ばかり何度も蹴られたのだ。あちゃ、血が出てるのだ。パンツが真っ赤っかなのだ。つむぎちゃんは身長の低い男の人を見ると、金玉を蹴らずにはいられない気病にかかっているのだ。病気だから仕方ないんだよと言って、先生たちも僕を守ってくれないのだ。ぐすん、もう学校に行きたくないのだ。休みたいよ、つらいよ。つむぎちゃんに会いたくないよ、自殺したいよ。翌朝、早朝。わあ、金玉が膨れ上がっているのだ。小学生用のサッカーボールくらいあるのだ。きっと傷口からばい菌が入ったのだ。こんなクソでかい金玉をぶら下げて学校に行ったら、ますますつむぎちゃんに蹴られてしまうのだ。そうしたら今度は完全に金玉を潰されてしまうかもしれないのだ。そうだ、健康な人の普通の金玉を移植すればいいのだ。お兄ちゃんならイケメンだし、きっと金玉もイケメンでスマートサイズなのだ。お兄ちゃん、起きてるのだ。ブースカピー、ブーブーブー。よかった、まだ寝ているのだ。今のうちにお兄ちゃんの金玉を切り落として、僕の腫れ上がった金玉と交換するのだ。直近、ぐおー、よし、取れたのだ。次に自分の金玉も切り落とすのだ。